名古屋の地下鉄にあの黄色の電車が期間限定で復活です。名古屋市の市営交通が来月1日で100周年を迎えることから、市は記念事業として地下鉄で黄電を運行します。黄電は2000年まで東山線などで走行していた車両全体が黄色の列車で、今回はラッピングにかかる費用をふるさと納税で募集したところ、復活を待ち望むファンなどからおよそ250万円が集まったということです。200名近くの方から寄付をいただきました。交通局だけでやるということではなくて、同じ思いを持っていただいているお客様と一緒になって黄電を作り上げたというふうに思っております。黄電メモリアルトレインは東山線で来月1日から来年1月22日まで通常のダイヤに組み込まれて走行するほか、名城線と名鉄線でも運行する予定です。